こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は FBA 納品するですね、大きさと重量の制限についてです。大きさは25センチ。一辺が25インチですね。失礼しました。約63.5センチメートル以下。で、箱の重さは50ポンド、約22.68キロ以下にする必要があります。で、これ、EMS の制限がね、箱のサイズが、160サイズで重さが30キロっていう制限があるんで、まあ、通常 EMS で送れれば、Amazon アメリカでも大丈夫という形になってますけど、一応もうちょっとね、厳しいんですね。30キロじゃなくて22.68キロです。ただこれ25キロで送って普通に受け入れてもらってますしね、特段問題ないんですけど、一応決まりはこうなってます。今後、ホリデーシーズンに向けて、まあ、物流が混乱したり、あるいは納品がね、忙しくなってくると、重すぎたり大きすぎると破損の確率が上がったり、重いと、ね、大きいと、受け取りませんということが起こりかねないんで、一応この制限の方はご注意ください。今日は FBA 納品サイズの、サイズと重量制限についてでした。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。